オランダ現地校にいいところ悪いところ、学校自分で選べる担任が2人以上いる、マーストリヒト Meet Europe。 オランダの学校の先生はマルクトハルっていう場所です。キューブハウスです。これキューブのお家ですね。Hello, this is Tonton Tran. Yeah, how are you today? ということでね、今日はリクエストいただいたオランダ現地校に通わせる親としていいところ、悪いところ、これを語っていこうと思います。ということで、動画を始める前に簡単に自己紹介です。Tonton は2017年からオランダに移住していて、2024年現在7年目になっております。日本人の奥さんと息子たち2人と共にオランダに過ごしております。で、オランダに来る前は英会話の先生をやっていて、その前はね、高校時代からニュージーランドに過ごしていたので、英語がまあまあ喋れますよみたいな感じで、息子たちはですねインターに通うことはなく、オランダ現地校に通っております。なのでオランダ現地校に通うものとしていいところ悪いところをね、親として語れればいいなと思って、過去7年間の中でいろんな出来事があったので、もちろんいいところもあれば悪いところもあるのでね、どんどん語っていこうと思います。インターがいいとか現地校がいいとかそういう話ではなくて、僕があくまで現地校に通わせてる親としていいと思ったこと、悪いと思ったこと、あと教育に携わっていた身として、語れるものを語っている限りですね、大雑把な、ね、内容を語っていますので、別にその突き詰めた情報を求めたい方は有料で誰かカウンセラーにねお話を伺うとか、そういうことをしてもらえればいいかなと思ってます。ここね、あのボートハウスって言ってね、運河の上にボートがあって、そこで暮らしてる方もいるんですよっていうね、オランダらしいとこですね。ということで、まずはオランダ語ができるようになるっていうことをね伝えておきます。まあオランダなんでね、オランダの学校行ってりゃね、オランダ語ができるようになりますわねっていう、そういう単純な考えではないです。まあもちろんできるようにはならざるを得ないんですけど、まあ進級するとかね、するときには。で、僕は息子が2人いて、長男はこっちに来た時は実は小学校2年生の時だったので、まあ9歳8歳ぐらいですね。で、それになるといきなり現地校に通うっていうのはねできなかったんですよ。オランダ語ができないと教育ねついていけないじゃんっていうのがあるので、まずはその地域に一つだけ指定されている語学学校の学校っていうものがありまして、オランダ語だけをやるわけじゃなくて、オランダ語を学ぶことを重点的に置きつつ必須科目をやるっていう学校がね、その地域には1校だけあるんですよ。まあ少なくとも1校はあるんです。で、そこに通わせて、最終的に試験を受けて、オランダ語がね認められれば、国が認めてるレベルっていうものがあるんです。そのレベルを認められてから、長男は初めて現地校に転校するっていうことをやりました。なのでいきなりオランダ語ができるってことではないです。ただ次男は適齢期よりかなり下だったので、小学校を通う前から来てるので、彼はいきなり現地校に通いました。だから年齢によってはちょっとね、やり方スタートが違うよっていうところもお伝えしておきます。風車の前に戻ってきました。ということで次のお話、現地校に入れてるとオランダのイベントを知ることができるっていうのも大きなポイントかなと思います。移住した当初、まだ学校決まってない時っていうのはやっぱりね何もわかんないんですよ。で、僕が来た頃って7月で、僕一人で来て7月で、でビザとかいろいろ整えて、家族が来たのが10月11月とかそれぐらいなんですよね。で、その11月の頃っていうのはオランダのね特別なイベントがあって、シンタクラースっていうねイベントがあるんですよ。あのこちらに詳細載せときますけど、でそれがあって、でそのシンタクラースの前にシンタマーティンっていうイベントもあるのね。で、子供たちが提灯を持ってお菓子をねもらいに来るイベントがあるんです。オランダ版のハロウィンみたいな。で、その知識全然持ってない中で、僕ら家族4人で過ごしてて、いきなりインターホンが鳴って出て行ったら子供たちが歌歌ってるんですよ。で、まあ歌歌った後で、あ、よく歌えたねってお菓子をあげるっていうイベントなんですけど、その状態を僕らは知らないわけだから、子供たちがなぜか提灯を持って夜にですね、お菓子をもらいに来てるっていう、提灯持って、ね、夜中歩いてるんですよ。夜中っていうか、まあ暗い時間、7時8時とか夜の時間に。で、僕らからすると、何っていうことで、何したらいいか分かんないからっていうことで、初年度は実はね電気を消してイルスしたんですよね。だからこれがね、学校に通ってると、現地校に通ってると、そのシンタマーティンってその提灯持って歩くイベントのために提灯を作るとか、シンタクラースってね、こちらに書いておきましたけど、その迎え入れるためのイベントがあったりとかっていうことがあったりとかね、あとチューリップ、オランダなので、ね、チューリップのあのイベントがね春とかにあったりとかするんですけど、そういうのをね現地校に通ってるからこそ
いわゆる年中行事っていうんですかね、それをね知ることができたっていうのはね嬉しいことだなと思います。フリーランスで移住してきた人たちで大人だけ、例えばカップルだけ、あるいは単身で来られた方っていうのは、そういうイベントを知らない方も結構いらっしゃったので、これはね特別子供を持ってるものとしてオランダ現地校だからこそ体験できたことだなって僕は感じてます。学区がないっていうところですね。親としてっていうよりはまあオランダの教育システムですかね。学区がないってことは学校を自分で選べるっていうことです。まあ悪く言えば選ばなきゃいけないんだけど、日本だと公立の学校の場合はここのエリアに住んでる人はこの小学校中学校行ってくださいねっていうのが決まっているじゃないですか。でオランダの場合はもうその地域にいっぱい学校がいっぱいってことはないけど、まあ、複数校あって、それぞれの学校でプランが違う、でスケジュールも違うっていうのがあって、でそれを学校見学とかしてね、合う合わないを決めて申し込んで、まあ、入りたければ入るし、学校によってねやり方が違うんですよ。教わるものも全然違うの。必須科目は教わるんですけど、必須じゃないことは学校の裁量に任せてるので、例えば英語が強い学校とかね、歴史が強い学校とかね、あるいはイエナプランとかね、モンテッソーリ教育とかね、いろんな親御さんが気になるような教育があると思うんですけど、そういうのもね自分で選べるので、自分で選べるっていうのは生徒本人が選ぶってことですね。親が介入する余地はないので面白いですよ。学校見学も親は基本的に外で待ってて、本人に体験させて本人が決めるっていうところが大事なところなので、日本だとね親が絶対学校行きなさいよっつって親が出しゃばってくるような部分がすごくあると思うんですけど、親が決めるっていうのは送迎できるかとか、後で話しますけど送迎の話とか、お弁当がどうのこうのとか、あと他の要因もあるんで、それは別のところでお話しますけど、だから本当に本人が決めるっていうのがね大事なところなんで、そこはオランダらしいなって思いました。で学期1学期例えば終わって、なんか先生あれかなとか、なんか学校のシステムが合わないなみたいなことがあれば、また他の学校見学したりして学校を変えることができるっていうのはね、かなりね自由な感じはしました。まあ自己責任ですけどね、変えるっていうのも結構な手間だし、いろいろあるんだけど、その学校にいなきゃいけないとかね、学校関係とか友人関係とかいろいろあると思うんですけど、その辺がね割と自由に決められていいかなって思いました。で小学校の場合は、担任がね2人以上いるっていうのがポイントだと思ってます。これはいいこととして挙げておきます。日本の小学校だと、まあ、担任の先生が1人いて、その1人の先生が全員を見るっていうね、かなりきつい業務だと思うんですね。30人見るってね想像してみてください。僕も先生やってたから分かるんですけど、結構ね一人一人を見るっていうのはね大変な作業なんですよね。だから漏れてることとかいろんなことが出てくるんですけど、オランダの場合、まあオランダってまだ主語が大きくなるとあるかもしれないですけど、僕の息子たちの2人の場合は担任が少なくとも2人以上いるので、例えば月曜と水曜と金曜日はこの人で、火曜と木曜日はこっちの人でっていう形で2人で対応してくれてる。もちろん2人とも一緒にいる時もあるんだけど、っていうのは体調不良とかでね来れなくなったとしても、どっちかが対応してくれたりとかするので、そこはね便利だなっていうのと、あと評価がね2人で見てくれるので、1人の先生の評価でだいぶね人生変わってくると思うんですよね。その人に嫌われたりしたらだいぶ大変なことになるじゃないですか。だからその先生に気に入られるための努力とかそういうのをやると思うんですけど、2人が見て2人で相談していろんなことを見てくれてるので、結構ね相対的な客観的な評価が得られるかななんて思ったりしますよね。そういうのもいいところかなって、あと先生の負担もね軽減できてるから、それもいいところかなって思います。ということで場所を変えてマーストリヒト Meet Europe ということでね、オランダ最南端の町マーストリヒトにはこういったモニュメントがあります。これはですねマーストリヒト条約が結ばれたマーストリヒトっていう場所なので、そういうモニュメントがあるわけですね。これはどういうことかというと、ヨーロッパに出会えた、つまりヨーロッパができるっていう条約をマーストリヒトっていう場所でね、制約したってことで、こういうのがあるんですよってことね、オランダのちょっとした観光地の紹介でした。ということで宿題が少ないっていうことがいいこととして挙げておこうかなと。日本だとですねほぼほぼ毎日宿題がありますね。で漢字だ、算数ドリルだ、計算ドリルだ、なんだとかね、いろんな宿題がありますね。で他の科目もねいっぱい毎日宿題があってね、まあ帰ってきたらまず宿題をやってから遊びに来なさいみたいなね、そんな感じが日本の光景ですよね。でインターはどうか知らない、インターはごめんなさい分かんないけど、オランダの小学校は基本的には、まあこれも学校にもよるだろうけど、基本的には宿題が少ないです。家でやることっていうのはね、やっぱりね家族で過ごすことっていうのをメインとしてますので、宿題をやるっていうよりは他の教育ですよね、まあ、人間としてどう生きるかみたいな、家族のことを感じるとかね、そういったことに重点的に時間を割いてほしいっていうような思いが強いんだと思います。なので宿題は基本的にはないです。ただサポートが必要な感じの状態になってくるとちょっと話が変わってくるので、その子別々個人それぞれで、なんかすごいずれてるな、
その子それぞれで宿題が出たりとかはありますけど、基本的には宿題はないです。全員これをいついつまでにやってくださいみたいな。ただまあありますけどね、オンラインでパソコンでログインして単語の練習をするとか、まあ何かしら工作のことをやったりとかっていうのはいろいろあるけれども、基本的に宿題に追われる日々っていうのは少ないかななんて思います。はい、ということでこんな面白い感じのところで、ここはハウテンっていう場所で、こんな感じのねカラフルな家、実際に人が住んでる場所です。ということで次のお話はオランダ人家族とのつながりが増えるっていうことがね挙げていきたいと思います。あのね、やっぱりねどうしても移住してくるとですね、やっぱり部外者なんですよ。で僕なんかコネなんか何もない状態で来てるので、やっぱり現地に入ろうとするといきなりオランダ人の友達ってできないんですよね。まあ例えばレッスン、語学レッスンとかね通ったりして、そこでママ友っていうんですかね、パパ友とか作ったりとか、まあ同級生のお友達ってなんとなくね触りでできるんですけど、やっぱり現地校に通うとオランダで生活してるオランダ人含め、移民された方たち含め、その同じ年代を持つ親として関わりは増えてくるんですよね。そこで別に日本人だけっていうかアジア人だけっていうことで固まることはなく、そのオランダ人家庭と仲良くなったりして、オランダ人にこだわらずですけどね、いろんな家庭と関わるようになって、あと遊びに行くとかいろんなことが出てきたりして、現地の人と仲良くなれるっていうのは一つの利点かなと思います。もちろんインター通っててもいろんな人とね関われると思うんだけど、オランダ人でインターに通うって多分あんまりないと思ってます。まあ僕は経験してないから分かんないけど、オランダの本当の現地の人たちと携われる、いろんな人と交流できるっていうのは一つのポイントかなと思いますね。はい、次の話題は PTA の参加が必須ではないというところです。これは親として思うところっていうところなんですけど、日本にいた時は長男が小学校にすでに入っていて、いきなりねお知らせが来たんですよね。 PTA の参加費を払ってくださいっていう。あのね、僕ずっとね教育携わってきたのであれなんですけど、 PTA っていうのはね強制参加ではないはずなんですよね。任意の参加であるはずなのに、なぜか入ること前提で PTA の会費を払ってくださいみたいな、でいろんな係を任せられて立候補しないと勝手に投票で決まるみたいな。で例えばですね、低学年のうちにやっておけば高学年でやらなくて済むとか、上の子でやっておけば下の子であんまやらなくて済むとかね、なんか暗黙の了解の変な戦いがあったりとかするところがあると思うんですけど、オランダの場合は本当にねやりたい人が勝手にやってるっていう感じ。本当にサポートしたい人、熱心な方がねすごくね、なんだろう、勝手にって言葉悪いですけど勝手にやってくれてるような感じで、もちろん PTA 会費っていうのはあるんだけど、喜んで支払えるというか、できることをやる。例えば送迎でスクールトリップがあって車が足りないなんて言った時も、できる人がね任意でどんどん出てって、まあ送れる人は送るし、引率をやったりとかねすることができるっていうことで、親の負担がそこまで PTA としては少ないのかなって思ったりしました。日本にいた時は必ず PTA があって、役員を絶対やんなきゃいけなくてみたいなところが、まあ最近はね変わってきてると思うんですけど、オランダは特に本当本当にやりたい人がやっているっていうような感じ、親としてはかなりいいかなと思います。本当にね熱心に携わりたい人は携わるし、やりたくない人はまあやりたくないとかやれない人はやらないしみたいなところで、僕はねオランダ語がそこまでできなかったので引率とかもできないし、まあやれる範囲でやれるものはやってたけど、やらなくていい、やれないものはやらないしみたいなところで、そこは良かったかなって思います、親としてですね。はい、はい、でオランダの現地校だとですね、いろんな学校を選べるってね他のところでも言いましたけれども、学校によってカリキュラムが違うっていうのが、まあいい点でもあり悪い点でもありっていうところなんですけど、まあそこも伝えておきます。必須とされている科目っていうものがもちろんあって、例えば国語、算数とかね、まあ、社会とか、まあ、細かい話は置いといて、必須とされている科目が一応指定されてですね、国から指定されてるんですけど、あとは他のことに関しては学校の裁量に任せるっていうような状態になってるんですね。で学校の教育プランとかもそうだし、あと宗教的なお話もそうだし、やり方っていうのもね結構任せられてるところが多いんです。学校の特色が結構出るんですね。だから英語強めにやってたりとか、地理を強めにやってたりとか、歴史を強めにやってたりとかですね、あとそういう科目以外のお話でも、例えば水曜日は学校が半日で終わるとかね、そういうこともあるんですよ。あるいは学校によっては昼ご飯は絶対家に帰りなさいみたいなところもあるんですね。長男が通った小学校、語学学校を卒業してね通った小学校は、水曜日は絶対にお昼で終わるっていうのと、あとお昼は絶対家で食べてくださいっていうのがあった
ったんです。だからそれは送迎しなきゃいけないし、あるいは家に絶対いなきゃいけないっていうのもあったりして、でもちろんねチケットを買うと学校で過ごせるんですけど、お昼は家で食べるっていう学校もあるんですね。そうなってくると、まあどちらか僕なり奥さんなりどちらかは絶対家にいてお昼ご飯のね準備をしなきゃいけないし、次男が通ってたところは水曜が半日で終わるっていうのはなかったので、次男は毎日通ってたりとか、あと終わる時間がその日によって違うとか、いろんなね学校の特色があるので、そういうのも面白いなと思います。外国人のサポートがすごく手厚いなって感じることは多々ありました。これもね学校によると、もう他の現地校通っている人にの話では結構放置されているところもあるみたいなんですけど、まあ、息子たちは幸い結構手厚くサポートしてくれたかなと。僕らみたいに非オランダ語圏から来ている人たちっていう方たちへのサポートっていうのがね、例えば英語でメールを送ってくれるとかというのがねあったりとか、あと三者面談とかもやっぱりね、まあ、あるんですよね。成績とかいろんな話で、そういう時に外国人の家庭、僕らみたいな外国人の家庭が来た時にやっぱりね英語で話すのがちょっと苦手っていう人はもちろんいるんです。まあもうごもっともなんですけど、でもそれでも結構手厚くね対応してくれたり、あと生徒たちに関して、だから息子たちですよね、オランダ語をできないから授業についていけなくなっちゃうと困っちゃうので、外国人のその非オランダ語圏の子どもたちのためのオランダ語クラスっていうのが学校にあってですね、授業中そのクラスに行くっていうことができるんですね。まあこれはニュージーランドもそうだったけどね、僕もその英語力が足りないから普通の授業出れないっていう形で、その特別な ESOL だったかなっていう外国人向けの英語のクラスを出ないと普通の授業に出れないって、まあだから早く卒業しないとその普通の授業に戻れないっていうのはあるんだけど、そういうサポートは手厚いかなと。日本でね、僕先生やってたので分かるので、日本でそこまでね外国人サポートって手厚くないんですよね。結構放置されるんですよ。日本語できないの残念だねみたいな、もうちょっと日本語勉強してから来ようねみたいな、特別クラスがあったりとかってないんですよね。結構放置されたりする子がいるんですよ。僕が英会話塾やってた時も、中国籍のお父さんお母さんをお持ちのお子様が来てて、で日本語でね学ぶって結構大変なことなんですよ。でそれをサポートをね、なんでかなっていうぐらいしてくれないんですよね。それは国民の権利として教育を受けてるから、国民じゃない人はほっとかれるっていうことがねすごく多い。それはオランダとニュージーランドに関しては国籍問わず、とりあえず頑張ってサポートしますっていう形のね、すごいね手厚い感じをね感じました。とあるエピソードがあるので、それはまた後ほどねご紹介します。はい、こちらロッテルダムのマルクトハルっていう場所です。英語で言うとマーケットホールっていうことでね、この中にはですねいろんなお店が入っている場所になってます。マーケットホール、まあスーパーももちろんですけど、まあ何かしらいろんなお店、飲食店とか、フレッシュな野菜とかジュースとか、あとお菓子とか、まあ何かしら買える。かつてねグランマが来た時にこの中で動画撮ってるのがあるんですけど、まあそれもまた見てみてください。あとはねオランダに来た人ぜひ行ってみてください。ということで次のトピックは、オランダ現地校に通うとオランダ現地校の中学校を目指せるってね言っておきます。当たり前じゃないってね思う方いっぱいいると思います。オランダの教育システムはですね、小学校を卒業すると順当でそのまま地域の中学校に上がるっていうものではないんですね。小学校の成績、いろんな成績ですね、もちろん国語、算数、歴史だなんだ、いろんな点数もあるんですけども、いわゆる知能指数みたいなもののテストがあって、グループワークがちゃんとできるかとかね、その人間としての中でスコアがつくんですよ。中学に上がるためにはそのスコアがないと上がれないってことで、受験ではないけど自分でこう中学校に進むための成績を取らないといけないっていうのがありまして、オランダの現地校に通っていた場合、その現地校の成績があるので現地校の中学校に上がりやすいというか、まあ上がれる、順当に行って上がれるよっていうのが一つのメリットだとは思ってます。ただですね、デメリットとしてはそれはオランダ以外の国を考えると、ちょっと将来的にオランダ以外の選択肢が狭まってくるのかなっていうのはね、まあ後でデメリットの方で詳しく伝えますけど、まあそれも言っておきます。例えばインターに通っていると、インターの場合は基本 IB というものなので、 IB っていうのは他の海外、日本も含め他の海外に行った時にも生きるっていう成績を取れるっていうのが IB っていうシステムなんですね。でまあインターナショナルなんでね、基本オランダに長く滞在することを前提としたシステムをインター校では取ってないので、オランダ現地校に進む場合はもうオランダに長くいるっていうのをちょっと頭に入れといた方がいいのかななんて思います。はい、ということで今回はドローンを使ってね飛ばしてます。操縦しながら語ってるので、ちょっとね話が途切れ途切れになるかもしれないですけど、よろしくお願いします。ちょっと引き耳で撮ってみましょうかね。引いてみましょうか。こんな感じの場所にいますよ。
こんな感じの場所ね、すごいでしょう、ね、オランダってね面白いんですよ。ということで語りながら動いてみようと思います。オランダの学校の先生は割と本気の人が多いっていう感じがありました。僕の息子が学校に行きたくないっていうことを言い出した時期がありました。学校の校門前に行っていきなりなんかもう行きたくないっていうことをね言い出したんですよね。でそれで、あ、なんでいきなり行きたくないのかなっていうのがね全然見えなかったんですよね。親としてはすごくねショックを受けました。やっぱりね僕の中では学校行って楽しんでるものだと勝手に思ってたから、それはねすごくねびっくりしました。でどこに相談したらいいのかっていうのは全く分かんない状態で僕は過ごして、奥さんとね相談しながらっていうのは、学校の僕教育にね身を置いてたので、そういう面で見ていくと、親がそういうことを騒ぎ出すとね、門弁扱いにされるっていうことをちょっと気になってたんです。っていうのはやっぱり親がねいじめあったんじゃないですか、なんであなたたちはそういうことしてくれないんですかみたいなことを言い出すと、やっぱモンペでしょっていうことで結構ね、そっちで対処してくださいみたいな、あるいは学校来なくていいですよみたいなっていう感じで結構ね阻害されるんじゃないかっていう気持ちがあったんですね。 なんていうかねやっぱりね外国人だしね僕らはっていうのがあったので、やっぱり誰にも相談できずにいたんです。どこに相談したらいいのかっていうのが分かんなくて、もちろん学校の先生に言うべきだったとは思うんだけれども、やっぱりね、あんまり相談できなかったんです。で僕はポケモンをやってたので、ポケモン関連の友達にオランダ人ですね聞いたら、そんなの学校の責任だから学校に言えよっていう形で言われて、っていう感じで思ったんだけど、やっぱオランダはそういう感じなのかなと思って、結局ね学校の先生にね相談することにしたんです。で意を決して息子にも許可を得てね、じゃあ学校の先生に話を聞いてみよっかみたいな話になって、ちょっとね聞いてみたんです。そしたらですね、学校の先生かなり本気で取り扱ってくれて、なんでもっと早く言ってくれないんだよみたいな話になって、っていうところだったんですよ。わかります？この景色に認めてね、見とれてますよね。息子が学校行けないってことをね結構本気で考えてくれたっていうのがね、僕の中ではすごくね嬉しかったところです。学年主任、校長先生、あと担任の先生と一緒に会議を開いてくれました。会議といってもね、息子と先生たちだけの会議であって、じゃあお父さんはまあ別の部屋に行ってくださいって、ちょっと息子と話するんでっていう話で、だから僕は何が原因で行きたくないと思ったのか、その辺のことはね実はね一切知らないんですね。知らないんですが、まあ話の中で何かが解決したらしくてですね、僕は結果だけを聞きました。原因は何一つ聞いてません。やっぱりメインは息子だから、息子がどう感じているのかっていうのがメインの話なので、僕が学校の先生に訴えかけるというよりは、息子が学校の先生に訴えかけて解決をしようと試みてくれました。そういうところはね、やっぱプライバシーの保護、保護してるっていうところはすごく感じました。それで僕が聞いたのは、じゃあ学校としてはこういうことをやります、こういうサポートをしていきます、でこうこうしますって、でまたなんか嫌だなみたいなことがあればまた相談してくださいねみたいな話になって、あ、そういう感じなんだと思って、僕は原因を知らされずにそういう形で終わるんだみたいなところはあったんです。あったんですけど、やっぱりね息子の話だから、息子が大事なので、息子が通うのは息子だからね、息子がどう感じるかっていうのがメインのお話なので、じゃあそれで行きましょうって、結局ねその後ね笑顔でね息子は通ってくれたんですよ。生徒を見てくれてる感がすごく強く感じました。これは成績の話にも関わってくるんですけど、すごくね一人一人をね見てくれてるなっていうのをねすごくね感じるんですよね。やっぱりねオランダって教育で有名だっていうのもあるから、やっぱりね見てくれてるなって、これでもねこれは、ね、経験談だから学校にもよると思うんですけど、でも僕はその学校のやり方にすごく感動しました。僕はずっと教育に携わってきた身なので、こういう対応を学校はしてくれなかったので、日本では、まあ、少なくとも息子が通ってた小学校ではやってくれなかったからし、僕が携わってた教育関連では絶対そういうことはしなかったから、すごくね感銘を受けたっていうのはあります。はい、ではここから引いてみて、また次のお話に行きましょう。バイバイ。
オランダ現地校に通わせる親として悪いところとして挙げさせていただきます。送迎が必須で、学校を休むことが下手すると捕まるんですよね。ストライキがあるってことですね。こちらオランダの典型的なローハウスと呼ばれるものです。